長期化する新型コロナウイルスとの戦い、この間地域医療を支えようと対応を続けてきた神戸市須磨区の病院を取材しました。今日の体調はいかがですか？今日はもうずっといいですね。あ、そうですか。神戸市須磨区の高橋病院、新型コロナウイルスの感染の疑いが持たれる発熱患者の診察に加え、去年12月から感染者の入院対応を始めました。高橋病院は心臓などの循環器を専門とし、救急の患者にも24時間対応にあたる二次救急病院です。当初は感染者の入院を受け入れていませんでしたが、感染者の急増に伴い地域医療を支えようと患者の受け入れを決断しました。神戸市の中での感染が増えていくにつれてですね、まあ、そしたらうちは循環器で行くということだけではですね、やっぱり済まされない状況になってきたのはやっぱり肌に感じました。入院してからコロナが見つかるということはもう予想されましたので、まあ、それだったらですね、やっぱりもうコロナの患者さんを受け入れるようにしてですね、救急医療に貢献していこうというふうには思うようになりました。持病で入院している患者を守るため、院内感染を防ぐ対策は入念に行います。ここで区切られておりまして、こっちから向こうは一般病棟になっています。ここから隔離された感染者の様子。感染者を受け入れるにあたり、スタッフの感染リスクを減らすため病棟のゾーニングを行ったほか、各部屋にはカメラを設置し、リモートで患者の異変を確認できるようにしています。味とか匂いは？そうですね、心配してたんですけど、そこは大丈夫でした。神戸市内に住む40代の男性、先月11日から39度の熱が続き、肺炎も確認されましたが、10日の療養を経てこの日退院を迎えます。39度から40度台と高熱が6日間続いたんですけど、さすがにやっぱ6日続いたのはしんどかったですね。体がもうしんどくて動きませんでした。突然の入院生活で家族と離れ、不安な日々を過ごしました。家族のこととか、あと職場の方たちに移してないだとか、自分が感染して今度嫁が感染した時に、ね、あと子供だけになってしまうんで、子供だけで10日間過ごせるんかとか、このまま自分元気なまま、ね、退院して帰ってこれるんだとか、まあ、そういう心配はしましたね。はい、しかし医師や看護師らの支えで救われたといいます。保健師さんや病院の看護師さんも、病院さんもものすごくお世話になりましたっていう感謝しかないですけど、あったかいのか寒いのかも全然わからなかったんで、今日は暖かくてとてもいい日ですね。いや、もうすごく気持ちいいですね、本当にやっぱり。では失礼します。はい、失礼します。感染リスクを伴いながらも患者に寄り添う医療従事者、最前線で未知のウイルスと向き合い続けた1年でした。感染者も減ったり増えたりなんで、なんかもうすごい怒涛のような1年でしたから、もうちょっと頑張ったらフェイスシールドとかをしてなくてもまた患者さんと接し入れたり、もうちょっと気にせず触れ合えたりとかですかね、できるようになったらいいなと、はい、思ってます。まあ、いよいよこう最終コーナーかなというふうに思ってるんです。みんなも多分そうだと思うんですけども、何かしたいなという気持ちはあるんだと思うんですよね。するかしないかというのはそれぞれ その医療従事者の環境にもよると思うんです。あとしばらくですね、まあ、こういったことは続くと思うんですけど、ある程度の時期にですね、まあ、そういえばコロナってあったなみたいなね、話ができたらいいなというふうに思ってますけど、ね、新型コロナウイルスの感染者が県内で確認されてから1年、
患者の命を守るため、医療従事者の戦いは今も続いています。